本当に爽快感が溢れるようなゴールでした。千代、山根とは前取る、山根から縦つけた、シュートへ、ゲット、先制小野沢俊樹、セレッソ大阪が先制します。早い時間帯、14節の鹿児島戦の先制ゴール以来、今シーズンの2ゴール目。まずここでうまく前へ取りました。そして山根とはからのラストパス、見事に右足。山田ついたんですが、ここで前へ取られて、木村も足出したんですが届かず、